僕 の, あの知ってる先生で、うん、東北大を蹴って上智に行ったって先生いますよ。へえ、はい、すごくないですか。結構名古屋と上智どっちでもいいかなってレベルだったら、はい、上智の方が絶対入りやすいと思うん で, そうです、ね、自分は上智をおすすめするんですけど。武田塾チャンネル。センターも残すところ10週間ぐらいですよ。もう10週ってことはあとサザエさん10回しか見れないんですか。サザエさん見たらダメだろ10週間も。まあね、はい、この残りの時間でやっぱり、はい、そのやっぱ全部はできないじゃん、はい、残り何やっていけばいいのか、志望校に向けて何がいいのか、はい、いろんな人たちの質問にね、はい、それで適切なアドバイスしとこうと思いまして、はい、そんなことをやっていくこの番組は受験相談 SOS。山口先生、はい、今回の質問は何ですか。今回の質問はですね、うん、高2です、名古屋大学か上智大学、どちらが高学歴ですか、名古屋大学を受けるなら数学とか倫理設計がいるし、受けると受けないとしたら数学とか倫理設計はいらないしで迷っていますという、まあ、高校2年生ならではの質問なのかなと思います。まあ、独断と偏見というか、はい、自分の意見で言えば名古屋大学じゃねえかなって思うんですけど。そうですね、名古屋大学の方がなんか偉いんじゃないですか。偉いっていう言い方変だけど、はい、うん、なんか大学図鑑って知ってます、中村先生。はいはいはい、あの小畑和之さんって人が、うん、イラスト描いてる、うんうん、あの大学図鑑って、まあ、普通の大学案内とかってすごい厚い大学紹介の本があると思うんですけど、うんうん、あそこにそれでは分かりにくいし、なんか実態が見えないんで、その実際の大学に通ってる先輩とかが、うん、からのアンケートでねしっかり作った本があって、それがあの大学図鑑っていうんですけど、うん、ぜひちょっと受験生で志望校迷ってる人見てほしいんですけど、うんうん、この大学図鑑だと大学がなんか偉いみたいな、なんか偉さでランキング付けされてめっちゃ面白いんですよ、はい、これよく読んでください。実際でもイメージっていう部分で言うと、はい、宮廷と総計とか、はい、上智とかってどの立ち位置になるのかね。自分としてはやっぱりその、はい、北大九州と総計が悩むかなレベルかなっていう。ああ、そうですね、まあ、うん、まあなんかブランドとあとそのなんか場所と、うん、うん、どこを見て、ね、地元最強というかその地方最強を取るか、はい、そうですね、全国になんか、はい、ね、売れているところを取るかみたいなところはあって、そうですね、うん、はい、まあ、でも親の反応的には国立の方がやっぱ強いなっていう感じが、はい、そうですね、うん、ありますよね。学生世代は割と総研の方が強かったりするんですよね。まあ僕 の, あの知ってる先生で、うん、東北大を蹴って上智に行ったって先生いますよ。へ、はい、これすごくないですか。結構何やりたくて行ったんだろうね。なんか上智でそのやっぱり外国語をやりたいみたいな、英語を極めたいみたいな、そういうところだよね。そうそうそう、なので、うん、大学の、ね、はい、上下っていうよりは本当に自分がやりたいところに行くっていうのは、うん、すごいね、はいはい、うん、なのでその上智の方が、まあ、要はなんか留学生多そうだなとか、うん、なんかそういう感じで選んだみたいですね。まあ、高学歴っていうのもね、うん、結局最後は自己満足な部分だし、はい、どっちが上かっていうのも、はい、まあね、明確に違うとかならまだしも、はい、判断基準もないじゃないですか、別にこういうものって。そうなんですよね。最後は自分が行きたいかどうかにはなるとは思うし、あとは選べる立場なんかどうかにもよるとは思うから、はい、うん、確かに単純な話、どっちが入るの大変ですかって言ったら名古屋の方が大変じゃんって話。まあ結構大変ですね、これは。そうですね、はい、だから、はい、それも踏まえた上で、うん、まあ、どうしたいかなっていうところかなとは思いますね、はい、正直名古屋と上智どっちでもいいかなってレベルだったら、はい、上智の方が絶対入りやすいと思うん で, そうです、ね、自分は上智をお勧めするんですけど、はい、はい、そうですね、まあちょっと、うん、そうですね、うん、まあ、そうですね、何を考えたら、はい、どっちでもいいかなレベルだったら正直上智の方が絶対受かりやすいと思うん で,、はい、うん、うでね、どっちが上とか下じゃなくて入りやすいってやっぱり上智かなとは思うんで、はい、はい、ですね、ですね、センターないしっていう、はい、まあ、でもよかったら大学図鑑読んでみてください。はい、はい、今回は以上です。はい、山口先生、はい、このね、今回の動画でも紹介したような、はい、いろいろな勉強法とかさ、うん、各教科の参考書とか、はい、うん、いろいろ受験についての情報とか、はい、めちゃめちゃいろいろ載ってるサイトあるじゃないですか。ありますね、あの逆転合格 .com ってサイトなんですけど、はい、それがね、こちらから、飛ぶことができますね、はい、こちらですね。で、まあ、これ見てもらえれば本当に武田塾のやり方全部書いてあるんで、はい、ちょっとね、文字だと辛いなって人向けに動画もありますね、はい、この武田塾チャンネルっていうね、はい、こちら、そうですね、この登録がこちらですよね、はいはい、こちらに行ってもらえればね、あの過去の動画も全部見れますので、はい、うん、ぜひ見てもらえればと思います。です、うん、中西さん、もう一個ありますよ。おさらになんとこの下、うん、あ、下、ね、はいはい、コメント、あ、そうだね、はい、うん、この動画を見て、なんか疑問に思ったことは、はい、もう僕ら一つ一つ返していきますんで、はい、もう皆さんもう続々とコメントしてもらえればと思います。はい、はい。